俳優として活躍している三浦友和さん。歌手の山口百恵さんの夫としても有名ですが、なんとお姉さんがいらっしゃるようなのです。そのお姉さんが、かつて歌手活動をされていたり、現在はペンションを経営しているという情報がありました。事実だとすれば、どこにそのペンションがあるのかなど、気になりますよね。今回は、三浦友和さんの姉、ペンションや姉の夫について、さらに両親や実家の場所もお伝えしていきます。それでは、お楽しみください。三浦友和のプロフィール。生年月日1952年1月28日。身長178センチメートル。出身地山梨県塩山市。最終学歴東京都立日野高等学校卒業。所属事務所テアトルドポッシュ。第1章、三浦友和の姉は三浦浩子。三浦友和さんには、お姉さんがいらっしゃいます。年齢は2歳年上。名前は、三浦浩子さんと言います。1950年生まれで、2023年で73歳になっています。実は三浦浩子さん、過去に芸能活動をされていたことがありました。現在は引退され、芸能活動はされていません。過去に、牧陽子、三浦浩子の芸名で歌手やタレントとして、活動をしていました。とても綺麗な方で、芸能活動をしていた当初から、二人が兄弟であることは公表されていました。お二人とも芸能活動をしていたということもあり、当時は美男美女兄弟としても有名でした。その後は芸能界を引退してしまったのですが、現在はなんと、山梨県でペンションを経営されているんだそうです。ペンションを経営しているということは結構有名で、そのことでテレビ出演をされたこともありました。ペンション経営の事実が発覚してから、ペンションには三浦友和さんのファンだけではなく、山口百恵さんのファンも押し寄せてきたのでは、と思ってしまいますね。一体どこのペンションなのか、自称でご紹介させていただきます。第2章、三浦友和の姉のペンションは山梨県にある。三浦浩子さんは、ご両親と共に1980年代に、ラ・ベルデューラというペンションをオープンしました。場所は山梨県の清里にあり、2023年現在も経営を続けています。住所は、山梨県北杜市高根町清里の森 1-3-13。最初は、ご両親だけで経営を始めようとしたのですが、両親から話を聞くうちに、一緒に経営をすることになったのだそうです。オープンした当時は三浦友和さんがご結婚された時期ということもあって、ペンションも大きく取り上げられて話題となりました。連日マスコミが訪れたことによって、ペンション自体が大きな話題となり有名になりました。ちなみに、ベルデューラはイタリア語で、野菜たち、という意味があり、清里の新鮮なお野菜をたくさん使ったお料理が楽しめるペンションとなっています。以前、ぴったんこカンカンに、三浦友和さんが出演された際、ひろこさんもテレビに出演されました。兄弟で、テレビ出演も果たしていたのですね。現在は結婚されて、篠塚ひろこさんというお名前に変わっています。実はこのペンションには、名物とも呼ばれるものがあります。それは、山口百恵さんが作られたという壮大なキルト作品。ライチが飾られているんだそうです。このキルト作品を見たいと、足を運ぶ方もいらっしゃるとか。山口百恵さんの趣味がキルト作りということは有名ですが、作られた作品を、義理の姉のペンションにも飾っているとは、本当に素敵ですよね。キルト作品は1枚作るのに2年もかかるそうですから。ペンションのため、お姉さんのために心を込めて作られたということがわかります。山口百恵さんは作ったキルト作品を、東京国際キルトフェスティバルなどにも出品しており、その技術力の高さも伺えます。そして最初は、ご両親がペンションをオープンしました。その後は、ひろこさんが、
経営を引き継ぐことに。しかし、ご主人の海外赴任に帯同するためにフランスへ渡ることになりました。その間、ペンションは残念ながら休業をしていたそうです。その後2013年に帰国され、営業を再開し今も営業を続けています。今でも三浦友和さん夫妻は年に数回ペンションを訪れています。ぜひ一度行ってみたいですね。第3章、三浦友和の姉の夫はラリードライバーの篠塚健二郎。三浦博子さんはご結婚されており、なんとご主人は有名な方なのです。ご主人は、ラリードライバーをされています。お名前は、篠塚健二郎さん。なんとあの、パリダカールラリーで日本人で初めて優勝したという、偉業を成し遂げた方なのです。篠塚健二郎さんは今も現役のラリードライバーなのですが、なんと YouTube 活動もされていますよ。ラリードライバーをしながら、最新の YouTube も取り入れていてすごいですよね。概要欄に、篠塚健二郎さんの YouTube チャンネルリンクを添付しております。ぜひ一度、ご確認ください。三浦博子さんと篠塚健二郎さんは、1976年にサファリラリーの、ドキュメンタリー映画の全国キャンペーンツアーで出会いました。二人は1年ほど交際しましたが、別れてしまったんだそう。その10年後、三浦博子さんが清里でペンションをオープンするということを聞き、再会。それから交際がスタートすることになったようです。1987年に結婚し、なんと長男の篠塚健太さんも現在、俳優、糸木健太として芸能活動をされています。ラリードライバーとして数々の功績を残されており、三浦友和さんの義兄としてだけでなくとても有名な方なのです。ラリードライバーを77歳まで現役を続けたいとおっしゃっていて、本当に素晴らしい目標ですよね。YouTube 活動を続けながらのラリードライバー、本当にお若くて尊敬してしまいます。第4章、三浦友和の両親や実家について。では、ご両親や実家についても見ていきましょう。父親は、警察官でした。山梨県の日下部警察署塩山分庁舎に、巡査として勤務していた父ですが、その後警察官を辞めて転職。なんと、国際工業という大手のバス会社に転職し、バスに関わるお仕事をされていたんだそうです。母親の実家は、山梨県の上金村にあります。2022年現在、上金村は山梨県甲州市となっており、三浦友和さんも甲州市で小学校3年生まで過ごすこととなりました。その後は東京で育ちましたが、2022年現在ご両親がご健在なのかどうかは分かっていません。三浦友和さんが2022年現在、東京都国立市に住んでいますので、もしかしたら今もご両親の近くにお住まいなのかもしれませんね。三浦友和さんの実家の場所ですが、2022年現在は東京都立川市にあるのではないかと言われています。出身地は山梨県甲州市ですが、小学校3年生の時に父がバス会社に転職したことで、東京都新宿区の社員寮に移り住みました。その後中学生になる頃には東京都立川市に引っ越しをされたようなので、ご実家はおそらくそのまま立川市にあることと思います。三浦友和さん夫妻は東京都国立市に住んでいるという情報もあり、そうなると実家の近くに住まわれていることになりますね。実家の近くに住み、ご両親の近くで支え合いながら生活をされているのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。